あ、なんだこれ。闇の一党はかつて5つの教義と呼ばれる戒律に縛られていたが、あ、捨てたから白紙なんだ。一応1、2、3、4、5ってあるんで、1、2、3、5、5になってんな。え、1、2、2、5、5か。あ、ついてたわ。見えなかっただけ。で、この手のマークもなんだろうね。誰かいる？違うかい。違うみたいだ。ふう。とりあえず落ち着いたね。いや、エリックがいなくてもまあなんとかなりましたけど、この上かな。案外あっさりしてましたよね。結構あれかな、俺が訪れる暗殺者バシバシ来てただからかなり壊滅状態だったのかもしれない。ナップサックがある。取らないでおこう。今日、熊の小さなねぐらを見つけ出した。熊たちの、生皮の状態は良好なので高く売れるはずだ。今夜はテントを張り、あの獣たちは朝になったら仕留めるつもりだ。残りの数本でどうにか仕留められるといいのだが、そうでないと、刃を頼りにしなくてはならない。おう。クレイトリー家の伝説。え、で、これあれか。熊にやられたんか。もしかして。まあ、この世界の人たちは結構熊にやられてるよな。いくつか熊に関するクエストもあったし。この下？まあいいか。まあ見つけましたけど、戻ります。さてと、どうしよっか。とりあえず報告行くか。マロ指揮官、ドラゴンブリッジへ。で、ちょっと本編を進めたいんで、そろそろ、カイネスグローブにまず行こうかなと思ってます。まあ、まずは指揮官報告へ急ごう。ここか。いや、違うな。一番端っこや。兵士さん、僕いつか兵士さんになるんだ。ドラゴンか。あれ、2体いるぞ。中に入れ。誰かを何とかして。何とかするよ。どこにいる？いたいたいた。やばいやばいやばい。今回強いな。炎強いぞ。やばいやばいやばい。待てよ。炎、ちょっとダウン。ダウンじゃないわ。対価の霊薬。これでいいか。いやー強えな。よし、これが盾になろう。エリックが燃えてるぞ。来た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 。やばいやばい、強い。回復呪文の速度上げるか。いやでもまずはとりあえず回復しよう。で、盾。いや一撃強いわ。治癒。男が武器を抜いて近づいてきたら衛兵は緊張するだろうな。いやー本当に死んでしまったのか。2体だよね。まるで古代神話に出てくるドラゴンボーンだ。ありがとう俺のこと言ってんだろ。大丈夫かな、みんな無事かみんな家に入れって誘導されてたから入ったかな。あ、このまま歩いてる。よしよしよし。あ、ここにもいるな。よかった。亭主に会ったかい？気にしなくていいよ、どうせ酔っ払いだ。よし、じゃあとりあえずペニトゥス・オクラトゥス。女王5巻か。ほんとこう盗むになってない。マロおマロ。そんなまさか夢なのか、本当に成し遂げたのか。どう思う？今日は記念すべき日だ友よ。闇の一党に一撃を見舞ってやったんだ。この日を忘れることはないぞ。約束通り最大限の報酬を授けよう。まだ言ってないんだけど。お前の功績は皇帝の耳にお届けしておこう。おかげでスカイリムはより良い場所となった。お前の功績は皇帝の耳にお届けしておこう。おかげでスカイリムはより良い場所となった。市民、市民、あ、王者だ。しかも取れる。あれ、王者って俺取ったっけ？取れなかったんだよね、確か。持っとこ。もらった。王者もらった。うん、持って行ってもいるみたい。まあ、いらねえけど。そっか、皇帝に告げると言ってもな、傀儡政権だからね、今はね。エリ主婦はどこ行ったんだろう。いるのかもね、まだ。なんかウルフリックが帝国の外に軍をよこすみたいな話はしてたんですけど、まあ、もしかしたらそういう感じかな。いや、さて、じゃあちょっとさっき言った通りこれ積み荷か。ソリーヌ・シュラルド。これはドラゴンボーンじゃなくて、あれだ。吸血鬼の方だ。はい。違うな。カース・スパイア。ここですわ。どっから行くのがいいのかな。やっぱりカース・ワステンから行こうか。っていうか、カースワステン、前回スルーしたんで、ちょっと寄っていこうか。なんかイベントあるのかも。あ、いるいる。お前たち傭兵には鉱山から去ってもらう。先住民、言葉に気をつけろ。フォースウォンがいないことを確かめたら出発する。え？それはいつだ？土地をシルバーブラッドに売り渡す時か？このゴミの山に対しシルバーブラッドが気前のいい値をつけてくれたんだ。承諾した方がいい。ゴミって言われてるよ。この鉱山はこっちの庭だ。妙な真似はするなよ。はいはい。フォースウォンに町を襲われなくてもノルドに追い出されるだろう。土地持ちで生まれながらにリーチ出身だとあまりみんなに好かれない。鉱山で問題でもまあ目の前であったな。略奪、そう言っていいだろう。シルバーブラッドの連中が強引に土地を取り上げようとしている。フォースウォンに鉱山が襲われ、あの傭兵連中が突然助けに現れた。奴らに土地を売り渡すまで誰も仕事に戻れないんだ。うん、立ち去るように連中を説得しようか。それはいいが、話がこじれた時に備えて戦う備えは怠らない方がいい。大丈夫だよ、ここの責任者か。我が家系は何代にもわたってカースワステンを所有してきた。ノルドでないものでこういう例はリーチでは珍しいだろう。だからって別にいいことはない。ノルドは俺がフォースウォーンのために働いてると思ってる。フォースウォーンはその逆だ。シルバーブラッドとはどういう連中だ？盗賊一味さ。マルカルスから来て好き勝手に権力を振りかざしている。シルバーブラッド一族はリーチの半分を所有している。全てを手に入れるまで止まらないだろう。まあそれは許さんな。ウルフリックがね、まあどこまで関心持つかな彼は。まあまあいいや。カーセバステンの間ってなんだ。卵だ。円門の家。鉱山労働者の兵舎。あれ、みんなどこ行ったんだろう。あ、炭鉱か。円門。よそ者に話すことなんかない。そんなことなくよ。お前はここの出じゃないし、そうである必要もない。アイネサックと話すといい。あいつが責任者だ。ベルチマック。鉱山は閉まっちまってるし、別の場所じゃ鉱石が出ない。こりゃ何かの天罰かもな。カースワステンじゃ他人のことに口出しするよそ者なんかに用はないんだよ。寂しいこと言うね。おや、何か用でも。無視するじゃねえか。何か用でも。で、こっちは関係ないか。石。衛兵隊が噂をしてたのはあなたね。あの聖域に行って闇の一党を一掃してくれたって。ねえ、一杯おごらせて。まあいいんですけどここでおごんのかい。いや、うまい酒が飲みたいな。まあまあ今は我慢。じゃあ追い出すか。交渉でなんとかなるかな。いや、ラグナル。ラグナル、鉱山に用があるならアイネサックと話しなよ。もっとも近頃じゃ鉱山も寂しいもんだがな。赤のラグナルだったっけ、あの歌。気をつけろ。はいはいはい、すいません。ラッシュグラダッシュ肉。アイネサックはシルバーブラッドのやつらと縁を切らなくては。そうすれば我々も仕事に戻ることができる。銀か。いただきます。前金製ですわ。お、ダイヤモンドゲット。私は鉱山で働き狩りをする。その他すべて私のすることに口を出す。出さないっすよごめんね。俺はアイネサックの右腕として鉱山を監督するのを手伝ってるんだ。うん、じゃあその仕事を続けれるようにちょっと行ってくるわ。もう一個あんのか鉱山。こっちか。あ、こっちか。なるほどなるほど。君か。闇の一党を撃退したそうだな。衛兵は皆その話で持ちきりだ。君こそ皆の英雄だ。テンション高い。ちょっとセーブしよう。よし、行くか。サヌラッチ鉱山。シルバーブラッドって確かにマルカールスにもなんか鉱山で入ったら追い出されたよね、一回。この鉱山はこっちの庭だ。妙な真似はするなよ。めっちゃ目充血してる。ボスどこだ？お前か。アタール。鉱山は閉鎖されてる。うせろ。ここの責任者は？自分はここのものではない。傭兵をしているんだ。この者たちは部下だ。なぜ鉱山を閉めたんだ？この前、フォースウォーンに襲撃されたんだ。主張は人手不足だったから、シルバーブラッドが寛大にも事態の収拾に俺たちをよこしたのさ。その尽力に対する報酬として、あの老いぼれの先住民に手持ちの土地を渡してほしいだけだ。そうしたらここを去るし、皆仕事に戻れるってわけだ。幸運に乗るよ。この鉱山の安全を保つよう、シルバーブラッドに派遣されてきた。シルバーブラッドとはどういう連中だ？シルバーブラッドの話を聞いたことがないのか。リーチで最も幅を利かせてる連中だ。連中は事実上マルカルスの所有者だ。俺たちは奴らに雇われてここにいる。とりあえず立ち去ってくれ。アイネサックに手を貸す気か？おうその胸にダガーを刺さないでいい理由があれば教えてくれ。町中が追い出したがってるぞ。消えろ。ボートとやり合っても小銭入れの足しにはならない。いいだろう、立ち去るとし。弱っちいやつだな。じゃあな。じゃあな。この鉱山はこっちの庭だ。妙な真似はするなよ。いやいや、もう話はついたぜ。怒られるかな。勝手なことはすんなよと。まあ誰も来ないわ。オッケーオッケー。さて、じゃあ報告するか。良き仕事をした。まあこれで俺がフォースオンを仕留めていけば、まあ傭兵がいなくても大丈夫だという感じだと思うんですけど、フォースオン倒さない場合はまたやってくるってことだよな。はい。フォースオンに町を襲われなくてもノルドに追い出されるだろう。土地持ちで生まれながらに出てきたよ。例の傭兵たちの件は解決した。シルバーブラッドから接触があるのはこれで最後ではないだろうが、少なくとも仕事に戻れるよ。ありがとう。おかげで皆助かったよ。これを受け取っておいてくれ。ありがとう。じゃあな。結構な金額。ありがとうさん。さてと、まあ言うてもここほんと何もない炭鉱の町。まず俺の目的地、カースワステン。ここっすね。カーススパイアーか。行くか。こういう感じで行ったらいいのかな。まあ高所行ったら降りればいいんだという気持ちで行きますけど。お、なんだこれ。なんだこれ。ウッドエルフ。あ、これレベルが上がるかもね。何なんだ。ロックピック。毒を持ってるぞ。ダイヤモンド。と、絶の毒。自殺か。うん、ないな。手紙があったりしないのかと思ったんだが。これなんすかね。ネクロム事件。なんだそのネクロム事件って。ネクロム事件、ジョン・クイラ・ボーズ。つまりはこういうことだとフランシスは言った。どの彫像にも負けないくらいの彫りの深い、忽然とした顔で。あんまり関係ないんかな、この人とは。わからんな。だってこれ何なんだろうね。まあいいや、とりあえずこの上行ったらダンジョンがあるのかな。問題はドラゴンの住処も上にある。こっちから行けば大丈夫かな。お、来た来た来た。ここはなんだ。ドワーフの壺があるね。なんだこれ。